こんなことをしてはダメだ。こんな仕打ち。私はグランド G ロッド。今お前たちの献身は疑われている。信仰を証明しなければならない。どちらかは復帰してもいい。もう一方はアトムの元へ戻れ。リヒター、馬鹿げてる。我々にそんな期待をするなんて。他に何かあるの？いや、もういいぞシスター。ありがとうグランドジーロット。ここで何をしてる？ファンハーバーの者だ。安心して、ファンハーバーとは関係ないわ。連邦から来た。かなりの長旅だな。ここで何をしているのか説明してくれ。アトムの子になりたいのか？アトムの子？それは誰？我々はアトムの子供たち。この世界の創造主のしもべだ。お前はアトムの領域を歩いている。領域とはどういう意味？島だ。霧を見ただろ。その腕のガイガーカウンターが甲高い音を立てるのを聞いただろう。あれはアトムがこの土地に光を広げているんだ。そしてその光が救済につながる道なのだ。放射能を崇拝しているの？変化する力を崇拝しているんだ。より良いものを創造する力を。なぜだ？そのアイデアに惹かれたのか？尋問を受けていたあの二人は一体どうしたの？忠誠心の問題だ。お前とは関係ない。さて、アトムの信者になりに来たのでなければ立ち去るがいい。あんたの教団には興味がないわ。中に入れてくれればお互い何の問題も起こらない。それは無理だ。アトムに選ばれた者だけが入れるんだ。中に入りたければその権利を得るんだな。分かったわ。アトムが求めることをしましょう。神に認められるといいかな。ここからそう遠くないところに小さな泉がある。そこから飲め。導かれるままに従え。戻ってきたら信者になるか話し合おう。Thank you.
近くに手がかりがあるはず。それがパスワード。さあ行こう。期待以上だ。アトムはお前に何か見せてくれる。泉から水を飲んで、不気味な女に像のあるところに案内されたけど、どういうこと？女？像に案内されただと？どんな女性だ？何を見た？まるで異世界のようだったわ。彼女は生きた影のように霧に覆われていたの。なんてことだ。本当に見たのか、霧の母を。母はアトムの使者だ。あの方の計画とファミリーの未来にとって重要なものを案内する役目を担っている。彼女は最初に我々をこの場所に導いた存在だ。お前にも姿を見せたのなら、お前に用意された道は明確だ。次のステップに進む覚悟があるなら、お前を仲間として受け入れよう。彼の後をつけるつもりよ。そうしよう。中に入って上級調剤司祭の説教が終わり次第、彼に像を渡してくれ。興味を持つはずだ。彼と話したら私のところに来てくれ。お前にぴったりの任務がある。そしてこれだ、ふさわしい衣装だ。だが覚えておけ、我々は皆アトムの熱心な信奉者だ。死者であるかを問わず、背信行為は許されない。ようこそ、シスター。